きたで。何？いくちゃんが飲みたかったタピオカ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、どうどうどう。俺が簡単にタピオカあげると思ってんのね。タピオカをかけまして早口言葉対決開催したいと思いまーす。祖母と孫。ルールは簡単で、1問ずつ早口言葉のお題を出していきます。交互に僕といくちゃんがお互い言い合った最後に、どっちが的確に、どっちが早口に言えてるかどうかで競います。 OK？ 無理無理で諦めんの早いな。で、言えてる方が一口ずつ飲めるっていうゲームです。いくちゃんは果たしてずっと念願の飲みたかったタピオカを一口でも飲めるかどうか競い合っていきましょう。祖母と孫。じゃあ、まあ、1問目はもうオーソドックスに、基本ですよ、早口言葉の。生麦、生米、生卵を言いたいと思います。1個のお題に対して一気に3回言います。じゃあ言っていきましょう。じゃあ俺から言うな。じゃあ行きます。生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵。はい、言えたー。 OK。 じゃあ一緒にどうぞ。生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵。勝者、ユイナゴールです。はい、一口飲みます。では、第2問目、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマを3回ずつ言います。じゃあ俺からいきます。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。言うてない。じゃあゆきちゃんどうぞ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、黄パジャマ。おお。そんな無理やわ。天の審査員さんいます。天に聞いてみましょう。よーウィン。なんで。はい、では第3問。カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこを早口言葉で言いたいと思います。俺からいきます。いきます。カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ、カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ、カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ。無理ない。ヤジがすごいのよ。ヤジが耳元で。はい、じゃあゆきちゃん。頭いい。言うと言えたつもりかしらの。カエルピカピカミカピカ。全部ピカ。ムピョコピョコ。はい。カエルピカピカミピョッコピョコ。カエルピカピカムピョッコピョコ。これは強敵だな。祖母と孫。はい、ではウォーミングアップ終わったので、今からね本題に移っていきたいと思います。さっきはウォーミングアップとしてやったのがあの簡単な問題です。今からは5回言います。ではやっていきましょう。テーマは神アニメです。じゃあいきます。神アニメ、カニ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 アニメ。よし。審査員誰なの？審査員だから、あの、天の審査員です。カニアニメ、カニ、カミアニメ。無理。あか、はい、諦めずに。あー、カミアニメ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 。おいおいおい、6回見てる、6回見てる。You win! いくちゃん、勝者。いくちゃん、勝者。初の一口です。飲んで、感想どうぞ。出てこい。神岡の、神岡の、神岡か、神アニメか、神岡かぶさってるやん。もう出てきて出てきて、つまらさんといて、もういいんちゃう。噛んで噛んで。この味は何でしょうか。ゴム噛んでる。では、次行きましょう。
いいよ。このテーマは今の時期にぴったりじゃないでしょうか。密集阻止、これを5回言いたいと思います。いきます。密集阻止、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 密集阻止。どうぞ。おい、はい、じゃあゆきちゃん。うん、密集阻止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 。さあ天の声さん、You win。まだまあ文句なくね、僕の勝ちかなと思いますけどね。うわー、両方と寝るな。うん、これ誰が始めちゃうの。しかしどうしようこれ。若者向けかなと。ほらね、これも経験やな。では次のテーマいきましょう。次は油アルバム、油アルバムです。でいきます。集中。油アルバム、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 油アルバム。はい、みちゃんどうぞ。油アルバム、アルバ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 アルバム。はい、じゃあ上見て、上見て、手の声さん、よっしゃー、ウィン。やっぱ神様見てるね。これちょっと似てますね。炙りカルビ、炙りカルビです。でいきたいと思います。炙りカルビ、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 炙りカルビ。おぉ、言えたんじゃないこれ。うん、言えたな。うん、アルビカルビ、アルビカブリ、アブリ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 カブリ。これちょっといい勝負だもんな。ちょっと聞いてみよう。いい勝負だ。 You win。 これなんで作ってんやろ。あー、これだからあれやん、アホウドリの卵ってもう教えてやん。なんか聞いたな。そうやろ、アホウドリの卵を孵化する前にすぐに熱湯でこう茹でんねん、うんうん、じゃないと生まれちゃうやん。うん、アホウドリの卵。そうそうそう、びっくりした。次の問題。右目右耳、右目右耳です。じゃあいきたいと思います。右目右耳、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 右目右耳。ちょっと言えたんちゃうこれ今の。はい、じゃあいいよ。右目右耳、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 右目。あー、じゃあちょっと上向いてみよう。よっしゃ、ウィン。これちょっと危なかったけど立て直しましたね。これはね、これはちょっと難しいかも。右耳にミニニキビ、右耳にミニニキビ。言いにくいねこれ。じゃあいきたいと思います。いきます。右耳にミニニキビ、右耳にミニニキビ、右耳ミニニキビ、右耳ミニニキビ、右耳ミニニキビ。ではゆきちゃんの番です。こんな難しいからさすがにかなんわ。うん、右にミニミニミニニキビ、右耳にミニニキビ、耳にミニミニニキビ、右耳にミニニキビ、耳耳にミニニキビ。おお、ちょっとこれもいい勝負やな。天の声に聞いてみよう。ゆきちゃん勝利。ウィン。元気いただきます。はい、どうぞ。うん、ちょっと心配は、つまりそれ噛んでや、ちゃんと。これだってお腹に中にカマンと入ったらここで孵化しよう。やるじゃないか。OK、よし。祖母と孫。はい、じゃあいきたいと思います。次のテーマは生ナマズです。いきます。集中。生ナマズ、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 生ナマズ。どうぞ。生ナマズ、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 生ナマズ。これはもう決まってもいいわ。 You win。 譲るわ。 2連勝どうぞ。すごい、今のはちょっとすごかったですね。今のはまた難しいのが来ました。これ、お耳、お目目、おでこ。もう一回言いますよ。お耳、お目目、おでこ。5回言いましょう。スピード意識ね、スピード意識。言います。お耳、お目目、おでこ、お耳、お目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 でこ。
言えてない。言えてない。早瀬意識やなくちゃもう。お耳お目目おでこ、お耳お目目でおでこ、お耳お目目おでこ、お耳お目お耳おでこ。天の声に聞いてみよう。同点。同点か。くっす。もう一回いこう。では次のテーマいきます。次のテーマは詳細を調査中です。詳細を調査中です。いきます。詳細を調査中、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 詳細を調査中。作業が苦手や俺。ちょっとやばいな。ちょっとやばいな今。詳細を調査中。詳細を調査中。詳細。もう俺の勝ちやろこれ。こんな汚いの俺の勝ちやろ。無理無理無理。はい、分かった。次がラスト問題ですね。では行きましょう。賃上げ、賃圧、沈没、沈下。もう一回言いますよ。賃上げ、賃圧、沈没、沈下です。よし、ラストやしな。気合いよ。ちょっと頑張ろうな。いきます。賃上げ、賃圧、沈没、沈下。賃上げ、賃圧、沈没、沈下。賃圧、賃圧、沈没、沈下。沈没、沈下。沈下。賃上げ、沈下。賃上げ、賃圧、沈没、沈下。どうでしょう。ちょっと。じゃあ、イクさんの番です。どうぞ。賃上げ、賃圧、沈没、沈下。賃上げ、沈没、沈圧、沈没。もう一回行きましょうか。じゃあ一回読む練習したら。文字を。賃上げ、賃圧、沈没、沈下。そう。もう一回行きましょう。5回。行きますよ。賃上げ、沈没、賃圧、賃上げ、賃圧、沈没、沈下。もっと早く。賃上げ、沈没、沈圧、沈下。もっと早く、もっと早く。賃上げ、沈没、賃上げ、沈下。さあ、行くぞ。沈没、沈下。沈下。あと5回、あと5回。賃上げ、沈没、沈下、沈下。賃下、沈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 下、じゃあラスト、天の声さんに聞いてみましょう。上向いて。ユーミン、クッションの勝ち。どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、祖母と孫ってな感じで、早口言葉対決いかがだったでしょうか。思った以上にね、面白かったね、これ面白かった。これもうお腹いっぱいです。まあ、いくちゃんがね、ずっとタピオカの見たいって言ってたので、まあ普通に買うのも面白くないなということで、早口言葉とかけて早口タピオカ対決っていうのを今回開催しました。はい、ありがとうございました。どういくちゃん、タピオカの味、楽しかった。うん、美味しいよ。こちらのタピオカはね、南草津にあるチャチャという、タピオカ屋さん買ってきました。生タピオカですごく美味しいので、滋賀県民の方はぜひ買ってください。生まれて初めていただきました。はい、ありがとうございました。では今日はこんな感じで終わりたいと思います。せーの、バイ。